ディミトリ・マーティンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、ミュージシャンである。1973年、ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ、ギリシャ系の家庭だった。その後、ニュージャージー州で育ち、1995年にイェール大学を卒業した。スタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせ、ケーブルチャンネルコメディセントラルの番組に出たことから、徐々にその才能が認知され始め、 コナン・オブライエンが司会を務める人気深夜トーク番組レートナイトウィズコナン・オブライエンにライターとして参加コメディアンとしての才能を裏方として支え2005年に同番組で全米脚本家組合賞を受賞している2006年にはコメディアルバムテイゼア・ジョークスを発売2011年にはディスイズ・エ a ブックという本も発売して コメディアンとしての地位を確立させた。一方で2002年にロバート・デ・ニーロとビリー・クリスタルが主演のアナライズ・ミーで映画デビュー。俳優としての活動の場も切り開き、アンリー監督が実話をベースに作ったウッド・ストックがやってくるでは、ニューヨークの片田舎で安宿を営むイメルダ・スタウントンらが演じる貧乏家族の一人息子を演じた。その後もコメディアン、俳優として、 順調にキャリアを重ねている。2012年にレイチェル・ベアメと結婚している。ありがとうございます。